こんにちは、つむじ風でございます。 CT125 ハンター株旅仕様でございます。これからね、旅に出ますということで、ちょっと簡単にね、今まだチェック中でございます。こんな感じで、まずですね、この中テント、寝袋、あとまあごぞごぞねいるやつ、この中に放り込んでます。それでその下が、テントの方がね、フェルトじゃなくって何やシェルターか、テントの方がシェルターなんで、コット、を積んでます。なんでちょっとね、それが余分かな。それでこちらの方が、これソーラーのね充電電池と、あと着替えもろもろ、で後ろの方椅子ですね。それでこちらサイドバッグの方がですね、まあちょっとカッパとかね、あの空気入れ、それとあの車のカバーとか、ゲージとかね、ちょっと道具、小道具、小道具もろもろ、そんな感じです。まあこちらは即取り出せるような感じで、それでこちらがですね、パソコンとちょっと羽織と、あとまあ地図とかね、で歯磨き、サニタリーか、そんな感じを入れようと思ってます。でここはですね、おやつ入れです。ちょっとまたまだコーヒー入ってないけど、コーヒーとかね、飴とかもろもろこの中に放り込んでます。それでここはあのペットボトルと、ナビはまあどっちか、ここは電話セットするかもわからんし、そんな感じかな。とりあえず、それでドライブレコーダー録画中、あおられ防止です。一応ねカメラの方もセットしてます。カメラの方はねちょっともう古い、使い古したこのパナソニックのねやつをここにセットして、まあ常時録画はしてませんけどね、一応あおられ防止で、ちょっと予防策です、あれは。そんな感じで近々ね、混んでも忘れ物はないと思うんやけど、こんな感じで旅仕様の方完成ですので、明日明後日両日中に
旅に出ようと思います。ということで今日はね、旅仕様のご紹介でございました。ではまた旅先でお会いしましょう。